柳原駅は、長野県長野市大あ柳原にある、長野電鉄長野線の駅である。駅番号は、N10、旧駅車島式ホーム一面二線を有する地上駅。かつては留置線を有していたが、現在は、撤去されている。2007年に、校内自動放送設備が新設され、早朝、夜間を除いて、列車接近、通過案内放送が入り、 また待合室外の案内表示器も連動して、接近、通過案内を表示するようになった。2012年には、駅舎の改築が行われた。旧駅舎に掲げられていた、駅名板などは新駅舎内に保存されている。例年5月下旬に満開となるあやめの花が、駅の名物となっていたが、長、デ電ウェルネスのデイサービス施設の建設に伴い2011年以降は植えられていない。 有人駅として営業してきたが、2019年に無人化され、問い合わせ用のインターホンと監視カメラが新たに設置された。ただし、当分の間平日17時から19時の間に、収札生産を行う係員が配置されることになっている。駅北側の指導場に超電バスの柳原駅、停留所、南側の国道18号上に超電バスの 柳原中央停留所、駅前の広場に、長野市、乗り合いタクシーの柳原駅停留所がある。長野電鉄と超電バスの、電車、バス乗り継ぎ定期券の乗り継ぎ指定駅だが、乗り継ぎ停留所は、柳原駅停留所ではなく、柳原中央停留所が指定されている。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。ABCDEFGHIJ の毎日。 新聞社出版部、長野県鉄道全域増保改訂版、品の毎日新聞社、2011年7月24日、274ページ。ISBN9 兆7847億8407万1647。ABCD、付属中学前駅、柳原駅の無人化について長野電鉄、オリジナルの2019年9月30日時点における。 アーカイブ https://web.archive.org/.web/.20190930030010/.https://www.nagaden-net.co.jp/.news/.2019/.09/.post-233.php2021 年1月18日閲覧。 長野市統計所各年度版による、ありがとうございます。